こんにちは、池田真子です。はい、今回はダイソーの新作の収納グッズを紹介していきます。ダイソーからね、またいろんな収納アイテムが出てきてて、今回はちょっとね、マグネットグッズを中心に買ってきました。いろんな場所で使えると思うので、ぜひ参考にしてください。はい、では最初ちょっとマグネットじゃないんですけど、新しいのが出たらね、紹介します。こちら、靴下整理カップの L サイズです。これはね、もう本当に人気の商品です。でセリアでもね、販売されてて、 M サイズと S サイズが今まであったんですけど、今回ね、あの L サイズを見つけました。イラストに書いてあるように、靴下もそうだし、他に毛糸とかもね、こんな風に収納できるみたいです。で、S サイズが4個入りで、 M サイズが3つ入りなんですけど、この L サイズは2個入りになってます。で、形はもう本当に一緒で、この周りに穴が開いてる部分と突起部分があるので、好きな場所で組み合わせて使うことができます。で、このままはめるだけです。カチッと。で、まあ他にも買って4つ四角に並べてもいいし、縦につなげてもいいし、好みの形に引っ付けられるので、引き出しの中でもそのケース同士が動いたりとかしにくくて、すごい使いやすいです。外す時もね、このまま横にカチッとするだけで外れます。で、こちらサイズ的には 8.4×8.4 で、高さが約8センチになります。で、結構ね、しっかりと幅があるので、もう本当にいろんなものを収納できると思います。こういう風に何個もね、自分の好きな形で組み合わせて使えるっていうのは、本当にその収納の場所を変えてもまた使いやすいし、入れるものもね、大体のもの入るので、じゃあ前はこの場所で使ってたけど、次引っ越したからこっちの場所で使いたいっていう時もすごい応用が効くので、こういうのは持っておくとね、いろんな場所で使えると思います。実際に物を入れてみたのがこちらです。はい、次からマグネットシリーズです。こちら、これは2個入りのフックです。なんかこのマグネットシリーズからね、本当にいろんな形の収納アイテムが出てて、その中から今回ちょっといくつか買ってきました。まずフックなんですけど、はい、見てください。取り出すとね、もう本当にシンプルな真っ白です。で、この質感もちょっとマットな感じなので、キッチンとか玄関とかいろんな場所に貼ってても浮いて見えないし、すごいね、おしゃれでいいなと思って買ってみました。耐荷重量が 300g です。キッチングッズ置いたりとか、そのままもう冷蔵庫とかに紙を貼って、さらに何かかけてっていうこともできるので、輪ゴムかけたりとか、そういうのにもいいかなと思います。実際かけてみたのがこちらです。はい、次こちら、同じマグネットシリーズのスポンジホルダーです。このね、ノマっていうんかな、このシリーズが全部ね、さっきと同じようなマットな素材になってて、すごい可愛いです。で、これはね、スポンジホルダーということで、私前もね、スポンジホルダーを使ってて、で、そのダイソーのスポンジホルダーを気に入りで何回かリピ買いとかもしてたんですけど、外した時にある程度してくるとマグネットだけ残っちゃって、ケースと分離しちゃうっていうのがあって、やめたんですよ。で、今回のがこちらです。ほら、後ろを見るとね、こう全体が覆われてて、これだったらマグネットも外れにくいのかなと思ってね、ちょっと期待値も込めて買ってみました。表はもう本当に真っ白で、特にこう穴が開いていたりとかはしないんですけど、その分シンプルで、キッチンに置いててもすっきりとした印象になると思います。なんかサラッとした感じの素材なので、汚れとかがついてもすぐに拭き取りやすそうです。耐荷重量は 400g です。で、このシリーズね、今回はマグネットばっかり買ったんですけど、あの吸盤タイプもあったので、もし吸盤タイプのものが好きっていう方は、そういうのをチェックしてもいいと思います。実際に使ってみたのがこちらです。はい、次こちら、ワイドポケットです。これは大きめのケースになってます。で、後ろはマグネットが1箇所ついてます。耐荷重量は 500g です。で、今回このね、横幅が広い大きいタイプを買ったんですけど、細いタイプとかもありました。で、なんかこういう横幅に広いケースって意外に少なかったかなと思って、今回この大きいのを買ってみました。あとね、もうさっき外しちゃったんですけど、このケースのね、内側にこの段ボールがね、こうやって挟んであったんですよ。こんな感じで、これ多分さ、このケースがグッてなってこう変形しないように固定されてたんかなと思って、ちょっとね、感動しました。すごいと思って、そういうとこまでちゃんと考えられながらパッケージされてるんやなと思って。はい、で、こちらのケースは後ろのマグネットはね、あのちょっとむき出しにはなってるんですけど、直接水回りで使ったりとかするわけじゃないので、これだったら大丈夫だと思います。さっきのこっちはね、カバーされてました。
あ、でも一応テープで取れないようにはなってそうですね。で、ケースの後ろね、よく見るとちょっとこう突起がついてあって、ケース自体がこうちょっとこう斜めになっているので、その分を補うためにこう凹凸があるので、壁に貼った時にまっすぐになるんだと思います。こういうイメージで傾いたりとかしないようになってます。で、ケースの中もよく見ると縦にね2本線が入っています。このちょっとのことなんですけど、これがあることで、例えばペンを立てたりとかするときに、ここのねちょっと線ある部分が引っかかって、はい、こういうイメージで中に沈み込みにくくなります。キッチン収納以外でも洗濯機周りとか玄関とかいろんな場所で使えると思います。皆さんだったら何を入れますか？実際に使ってみたのがこちらです。はい、次からまた違うタイプのマグネットシリーズです。こちら、洗濯機横マグネットフックのホワイトです。これはワンランドリーっていうシリーズで、さっきのとはねまた違うシリーズになります。はい、中にはこちらのフックと、あとマグネットもセットになって入っていました。このシールを剥がして、もうそのまま裏に貼って使えるような商品になってます。こういうイメージですね。で、耐荷重量が 400g で、こんな感じでねスプレーボトルとかもかけれるみたいです。洗濯機周りで結構デッドスペースができやすいと思うので、そういう場所にこういうのを貼っていろんなものを収納しておくと、すごくね使う時にスムーズになると思います。フックの形もよく見るとこうカーブがかっているので、なんかこうトートバッグとかかけた時も抜けたりしにくそうですよね。少量だったらハンガーとかもかけれそう。実際に使ってみたのがこちらです。はい、次こちら、バスブーツ収納です。これもマグネットがついてるみたいで、横から見るとこんな感じです。ここにバスブーツを引っ掛けるイメージですね。はい、マグネットはこんな感じでついていました。5枚分入っているので、ちょっと場所分散させながら貼って使うんだと思います。ここにね貼り方も書いてくれてました。あのシールを剥がして縦に5本貼るみたいです。はい、こんな感じで貼れました。あとはもうこのまま貼って使うだけです。で、一応ね、バスブーツ収納とは書いてあるんですけど、これもバスブーツ以外にもタオルとかもかけれると思うし、重さが見合えばあのフックにかけて何か他のものを、洗濯用のネットとかいろいろかけることもできると思うし、まあ使い方次第で幅広く使えるんじゃないかなと思います。なんかこう縦に貼って細めのタオルとかも収納できるかな。で、このシリーズ自体は前からあったと思うんですけど、こちらもね形がまたいろんなタイプが増えているように感じました。さっきのシリーズはプラスチックでちょっとマットな感じだったのに対して、こちらはねスチール素材ですね。で、あのホワイトで塗装されたような素材になっています。実際使ってみたのがこちらです。はい、ということで今回はダイソーの収納グッズの購入品を紹介しました。今回ね新しくマグネットのアイテムがいっぱい出てて、それぞれねこう使い方次第でいろんな方法で使えるようなものだったので、いろんな場所で活用できるんじゃないかと思います。皆さんもね気になるのがあったら、ぜひお店でもチェックしてみてください。そしてこの動画が良かったなって思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。